何回かは重ねていかんなんかもね。キラーン。はい、クマドリが乾きました。で、実はね、あの後、ピンクがもう少し、濃いところが欲しかったので、もう一層ね、深いめの、濃いめのピンクを刺しました。これで下地塗り1回目は終わりたいと思います。で、最後にね、岩絵の具を一層この上からベールのように引いて、今回の動画を終わりにしたいと思います。考えたら今思ったんですけど、もっと簡単にすべきでしたね。ほんまにね、塗り絵みたいでいいんですよ。こんな難しいことせんでもよかった。クマドリとか。はい。じゃあ、天然の紫雲末12番をお皿に出します。何の石なのね、これ。ちょっと青みがかった岩絵の具ですね。で、岩絵の具使うときのポイントなんですけど、昔から貧乏性な人に日本画うまいやつはおらんっていうことわざみたいなのがあるんですね。なんでかというと、ケチって岩絵の具を出してニカで溶いてしまうとね、水の配分がうまくいかないんですよ。岩絵の具っていうのは特に使う分、これだけあったら足りるやろっていうところからもう一段階多めに作っといてください。そうしないとね、後で足りんかったって言って加えることができないんですよね、なかなか。ニカワも多めに入れていきます。濃いニカワで描くってね、本で書いてあるんですけど、この原液の濃度は基本変わらないですよ。濃いっていうのは、この後で水混ぜた時にニカワの分量が多いっていうことなんですね、水と比べて。岩絵の具の溶き方はね、確か過去動画でご紹介したと思うので、そちらをご参考になさってください。こうね、なんか片栗粉みたいなんですよね、こう溶いてると。力を入れて溶きます。で、細かい絵の具っていうのはニカワは基本少なく溶くんですけれども、これは下地なので少々多めに加えますね、僕は。日本画やってて一番もう日本画やめようって思うきっかけが、このね、下地がね、上の色塗った時に溶けて剥げちゃうことなんですよね。もうほんまにね、これだけはね、描く気力をそがれますよね。なので、初心者の方は特に少しだけニカワ多めの方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。まあ多すぎたら多すぎたで、色が濁ったり、絵の具のね、あとひび割れたり、テカったりなんかがあるんですけど、まあでもその、上から塗った時に下の絵の具が剥げるぐらいやったらみたいなとこはね、正直あります。で、ええ感じでね、こうまとまってきましたね。じゃあ、水加えていきます。水のね、この加え加減がほんまにね、難しいんですよ。こう、あんまりね、こう、混ぜた時に粘つきがあるようではダメだし、あと、サラサラすぎても、乾いた時にね、ニカワが効いてない状態になるので、このね、加減が難しいですね。じゃあ、今度ね、この絵皿を、この、高さのある板みたいなやつでね、傾けます。こういう状態にしておくと、このニカワ分を含んだ水と絵の具本体がこう分離されるんですよね。結構ね、日本画描いてる動画とか画像を見てるとこうしてる画家が多いと思うんですけど、これは絵の具の部分だけすくえばかなり濃ゆくベタッと塗ることができるし、このニカワ分の含んだ水を多めにとって絵の具をちょっとだけ取る配分やったら、こう薄くね、ベールをかけるように描いていけるっていう。これ下地用なのでね、ニカワ分をちょっと多めにしてあります。この沈んだところをガッと取ってしまって塗ると、かなりベタってした表現になるんですね。で、僕は空気感を感じるような、ふわーっとした感じが好きなので、このニカワ分を含んだ水を多めに取って、こう岩絵の具はね、あんますくわないようにするんです。はい、じゃあたっぷり取ったやつを塗っていきますね。塗り方はさっきと一緒ですね。まず最初に横に塗っていきます。かなり薄いです。この時に筆が粘つくようやったら、ちょっとニカワが多すぎたっていうことですね。
こう遊ばせるようにね、塗っていきます。このね、ほんまにね、筆の絵の具の含ませ方が、なんや言うて一番難しいんですよね。で、こう何回か、5本と違って、岩絵の具は粒子があるので、こう何回か、こう何回も何回もこう、上がったり戻ったりして、粒子を均一にしておきますね、こう。これ手早くします。はい、これでね、色の乗ってるんかって思いますよね。じゃあ一旦乾かします。乾かしてばっかりやな、もう。乾かして、乾かしての人生やで。日本画家は。ほいほい、一層目が乾きました。どうですか、この、様変わりした感じしません？で、ここまで来たらね、骨画器をなぜ一番最初にあんだけ濃ゆく描いたかっていうのを分かっていただけるかと思うんですけれども、幾重にも古墳、水碑、そして四雲松と重ねたことによって、線がやっぱり奥へ奥へ行くので、こんだけ薄まってしまうんですよね。で、骨画器の墨の濃さの決め方ってね、これからどの過程でその骨画器を、投入していくかっていうのが大事なんですよね。プロセスをこう逆算して考えるのが大事です、日本画は。で、結構一回の塗りでもね、割と雰囲気が出たんですけれども、もう少しちょっとピンクが主張しすぎやし、クマもちょっと主張してるので、もう一回薄く先ほどの絵の具をかけていきたいと思います。ところで、岩絵の具というのは、上に行けば行くほど、二皮分を少なく描いていかないと、ひび割れを起こすし、発色が悪くなるとされています。で、一回目、割と濃い二皮で、下地を固めたので、この上に塗る絵の具はね、二皮ちょっと少なめでも大丈夫なんです。なので、先ほど溶いたやつに水を少しだけ加えます。本当はね、この水が、少なくなってくると、二皮分も調節しながら同時に加えていくんですけど、この場合は水だけで OK だと思います。まあ、こういうこともね、口では説明、本当に難しいんですよね。はい、じゃあ2回目は縦に、古墳と一緒の感じでね、クロスするように塗っていくとムラになりにくいので、縦を塗っていきます。もう何やったらこの塗りが良ければ、バックは終了したいと思うので、綺麗に塗りたいんですよね。分け目とか残さず塗りたい場合は、水を先に画面に引いておきます。ほら、一瞬で色変わるでしょ。でも、二皮が効いてるので、剥げたりすることはないです。こすってはダメですよ。ええ感じにこう、画面湿らせますね。こうやって、ね、濡らすと、透けちゃうっていうのがね、岩絵の具の特徴なんですね。今度は粘つきが全くないサラサラな感じで塗ります。これで決めたいけどな。どうやろうね。で、この四雲松という絵の具はね、被覆力、上にかぶさる力が弱いので、何回かは重ねていかんなんかもね。はい、最後乾かします。これで終わりたいな。あ、で、言うの忘れてたんですけれども、最後にね、この桜の花びらだけ、古墳を使って白を出していきたいと思ってるので、この粗い絵の具がね、花の部分に残ってると古墳がこうザラついて薄い感じが出しにくいので、花の部分だけこの水筆でね拭っておきます。平筆の方がええかな。絵の具を取っていきます。まあ、これも下地の色が上にかける絵の具の下でうまいいい仕事してくれるんやったら置いといてもええんですけどね。ちょっとこの絵の具濁りがあるし、やっぱり桜の花は白く出したいので取っときます。はい、オッケー。はい、やっと2回目の塗りが乾きました。今回はね、このバックの処理ということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。まあ、よく言うたらもう一回ぐらい塗りたい感じするけどね。で、こういうね、クマとか、あと下の骨書きが
この絵の具によって下の方にねだいぶ沈んで見えてますよね。あの先ほど花の部分を拭っておいたことによって花だけはね白さを若干とどめてます。でもなんかこの絵の具と溶け合ってね霞の中にあるみたいな感じしませんか。でこうね岩絵の具とニカワの配合がいいとこうやって横から見てもねテカって見えないですよね。これでテカって見えるようやとニカワが多すぎたっていうことです。これ非常に難しいんですけど、こうやって横から見てボコボコとかあとニカワのテカリがないようならバッチリです。まあバッグだけはね本当にその人のセンスなのでこれにこだわらずいろんな自分の色を試してみたらいいと思います。で一番ねここでごちゃごちゃ集大を晒すんですよね日本画家って。まあ、あれあれやこれや試してみて、うん違うな、まだちょっと濃いな薄いなとか緑かな赤とかね赤かなとかね、この背景の塗りがね日本画の作業の5割程度を占めてると思います。これがほんまに一番大事で、モチーフを書き出していくとね結構タンタンタンと進むんですけどね、この背景だけはね丸1日かかったり1日で終わらない時もありますよね。はい。では、動画自体はこれで終わるんですけれども、ご自分で書いていただくときも、この背景が一度塗り終わったら、一日これ乾かした方がいいと思います。こうやって乾いて見えてても、やっぱり内部でニカワが乾ききってなかったりすると、上から塗ったときに剥げちゃったりね、あとひっつれ起こして割れたりするので、必ず背景を塗り終わったときは、一日以上、天日じゃないわ、日陰で置いていただくことをお勧めします。いやーこんなんで伝わるんかな、ちょっと甚だ自信がないんですけど、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやすー。これなこれちょっと高いんやで、これしつこいわ。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもねグダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやすー。